みんな、こんにちは。トラックくんが新しいおもちゃを持ってきてくれたよ。これ、働く車ランド。この車を開けてみよう。さあ、このおもちゃを開ける前に外側をよく見てみるよ。働く車ランドって書いてるよ。全部で6種類あるんだね。ショベルカー、幼稚園バス、ミキサー車、消防車、救急車、配達トラックとあるんだね。これは5番って書いてるから、これだよ、救急車。この中には救急車が入ってるんだね。じゃあトラック君、一緒に開けていくよ。ここをまずバリバリバリ開けます。そしてこうして中を開けてみると、おっと、こんな風に入ってるんだね。ビニールに入ってるよ。さあ、じゃあ出していくよ。これはトミカじゃないけどね。じゃあ行くよ。えい、おっと、これはゴーって書いてるね。おお、こんな風になってるんだね。そして、お、中にはこれ、チューインガムも入ってたよ。明治のガムって書いてるね。なんだかちっちゃいガムだね。よし、じゃあこれ見てみよう。ここからこうして袋を開けてと、こんな風にして開けるよ。さあ、中から救急車が出てくるよ。じゃ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 ーん、こんな感じだね。おお、結構しっかりした作りだね。トミカと比べるとどうかな。トミカの救急車なんだけど、今回のね、この働く車シリーズの救急車、ちょっとトミカより大きい感じがするね。こうよく見てみると、消防庁って書いてるね。正面から見るとこんな感じだよ。119番だね。そして反対側がこんな感じだね。後ろから見るとこんな感じだよ。上から見るとこんな感じで、ここにパトライトが光るようになってるね。あ、後ろにもパトライトがあるんだな。おお、裏から見ると見て見て、エンジンがよくできてるね。すっごいな、これ。タイヤが6つもついてるんだね。後ろは開かないね。このトミカと比べてもね、見た目的にもかっこいいし、本当にね、おすすめだね、これは。これはね、フルバック仕様なんで、こうして後ろに下げることでゼンマイが巻かれて、こうしてね、ビューンってね、走っていくんだよ。これが本当に面白いな。結構なスピードが出るんだよね。さあ、今日はこの働く車ランド、これを紹介したよ。普通のスーパーでも売ってるから、ぜひ探してみてね。本当にありがとうね、面白いおもちゃを持ってきてくれて。それじゃあみんな、またね。バイバーイ。チャンネル登録お願いね。